今日から始まった大江戸店には伝統を守りながらも新たな魅力を発信し続ける東京の店が一堂に会しました。こちらは霧の工芸店、霧木目込み細工を使った伝統技術が継承されています。また東京の味として羽根付きが特徴の香ばしく焼けたたい焼き店なども出店し、今と昔の東京を感じることができます。一方、別のフロアでは今日から期間限定のショップタルティンがオープンしています。熊本初出店の洋菓子店で見て食べて楽しめる商品が並んでいます。大江戸店は今月7日までの開催、タルティンの出店は今月14日までです。